ビーバートンは、アメリカ合衆国オーレゴン州ワシントン郡にある都市、ポートランドの 12km 西方、テュアラティン川渓谷に位置する。2006年5月現在、同市の推定人口は84,270人で、2000年の国勢調査で明らかになった、人口76,129人に比べて9.1%増加した、郡内で第2位、州内でも、 第6位の人口規模を誇る都市である。2010年、マネー市の全米で居住に適した小都市百欠に選ばれた。また、日本の静岡県五天橋と有効都市である。オレゴンジオグラフィックネームズによれば、ビーバートンの語源はこの地に定住した集落の近郊に、ビーバーが作ったダムに由来する大きな水地帯が存在したことによる。後にビーバートンとなった。 テュアラティン渓谷一帯は、アトファラティもしくは、テュアラティンと呼ばれる民族が先住していた。この狩猟最終民族はこの土地に、ビーバーの地という意味の茶系ピと呼ばれる村を形成していた。アトファラティの人口は18世紀後半になると徐々に減少を始め、西洋人が最初に来訪した19世紀にはすでに、アトファラティは、同土地の主要民族ではなくなっていた。 初期の入植者はこの土地はビーバーダムと呼んだ。初期の入植者の中には、現在のショールズフェリーロードとホール通りの近くに住んだホール家とデニー家、およびニューヨーク州西部出身で、現在の南西アレン通りとホール通りの近くに住んだオリンエスアレンがいた。20世紀初頭、ビーバートンは多くの自動車販売特約店が拠点を置いていた。 フォードモーターの販売特約店は1915年にビーバートンに建てられた。同店は1923年に外カーによって購入され、年々とーはビーバートンの多くの場所に店舗を拡大していった。1920年代初頭、ビーバートンにプレミアムピクチャープロダクションズと呼ばれる映画スタジオが拠点を置いた。同スタジオで15本の映画が撮影された。この街で、 最初の図書館が1925年に開館した。当初、キャディビルディングの2階を用いていた同図書館は移転を繰り返し2000年にホール通りにある現在の場所に移転された。1980年代、ビーバートンとポートランドのダウンタウンを結ぶ輸送機関の建設を目指して路面電車網の設置が提案された。1992年、投票で マックス製方面建設の財政的支援が承認された。道路線は1994年に工事が開始し、1998年に完成した。駅はミリカン通り、メルロロードと南西158番通りの交差点、ビーバートンクリーク、ビーバートンセントラル、ビーバートントランジットセンターに建設された。2004年12月、ビーバートン市とワシントン郡は、 ビーバートンをオレゴン州でポートランドに次ぐ第2位の大都市に導くための暫定計画を発表した。10年以上の期間を要する。この計画はワシントン軍から見れば市や特別区域に都市事業を提供させる利点があり、ビーバートン市から見ればすでに同市に囲まれた地域をはじめとする一連の併合計画を促進させる利点がある。ナイキは この併合計画に反対する合法的な議案通過運動を展開した。この議案通過運動は早くも成功し、オレゴン立法議会は、ビーバートンが、ナイキの同意なしでナイキを併合することを禁止する上院法案を成立させた。ナイキは現在でも裁判を続けており、2006年7月現在までに36万米ドル以上の税を消費した。またビーバートン氏とワシントン軍は、 非法人地域の住居者に提供される都市事業を援助したビーバートンの資産家を対象とした二重課税の撤廃に取り組むことに同意した。シーダーヒルズ、ローリーヒルズ、ガーデンホームなど近隣の一部の非法人地域が最初の10年間におけるこの計画の併合対象となった。プロビデンスセント・ヴィンセント医療センターやテクトロニクスの所有地も併合対象となる。 最初の10年間が過ぎた後は、ベッサニー、シーダーミル、アロアなどの地域が併合対象となる。もし、直ちにすべての地域がビーバートンに併合されたとすれば、地の人口は28万人になると推定される。多くの地域が併合に対する反対運動を展開しているが、その理由はビーバートンが課す高い税金と警察の活動方法にある法廷闘争や、 選挙闘争によってビーバートンの併合計画の遅延が図られている。2006年、マレーヒルリトルリーグ野球チームは、オレゴンのチームとしては初めて、2006年度、リトルリーグワールドシリーズへの出場権が与えられた。マレーヒルは準決勝で敗退し、3位決定戦は、雨で中止となった。さらにビーバートンのジュニアソフトボールチームが、ワシントン州カークランドで開かれた2006年度、 ワールドシリーズに出場し、6位の成績を残した、ビーバートンに本社を置く主要な企業は次の通りで、ある。市内の主要な小売店ビーバートンは、北緯45度28分47秒、成形122度48分36秒に、一致している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市の面積は4 2 3トルで、すべてが陸地である。 2000年現在の国勢調査で、この都市は人口76,129人、38,21世帯及び18,646家族が暮らしている。人口密度は1,801.1平方キロメートルである、768.9平方キロメートルの平均的な密度に32,500件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人78.31%、アフリカン・アメリカン0.67%、先住民0.36%、アジア9.65%、太平洋諸島系0.36%、その他の人種5.53%、及びパ欠3.74%である。人口の11.12%はヒスパニック、またはラテン系である。三十 821世帯のうち32.3%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、46.8%は夫婦で生活している。9.7%は未婚の女性が世帯主であり、39.5%は結婚していない。29.7%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、7.1%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.44人であり、結婚している家庭の場合は3.07人である。この都市内の住民は25.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.6%、25歳以上44歳以下が35.2%、45歳以上64歳以下が20.3%、 および65歳以上が9.0%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は97.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.9人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は47,863米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は62,289米ドルである。 男性は4万1683ベイドルに対して、女性は3万1204ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は2万5419ベイドルである。人口の5.0%及び、家族の7.8%の収入は貧困線、以下である。全人口のうち十八歳未満の8.5%、及び十五歳以上のントは、 貧困戦以下の生活を送っている。ビーバートンの公立学校は、ビーバートン公立学区の一部を形成している。私立の学校では、ドイツ系アメリカ人学校、ホーリー・トリニティ学校、イエズス高等学校、ポートランド・アカデミー、セント・セシリア小学校、セント・メアリーズ・アカデミー、セント・メアリーズ小学校、サウスウェスト教区学校、バレー・カトリック学校、バレー・カトリック中学校、 ウッドヘブン学校がビーバートンに拠点を置いている。また、学習障害の生徒のための私立高等学校として、トーマス・ A、エイ・エジソン高等学校がある。高等教育機関では、ケンブリッジ・カレッジ、マディ・ブラザーズ・ビーバートン美容学校、ポートランド州立大学の拡張キャンパスがある。ありがとうございます。